まだ見てないところなんかあったかなと思ったけど、こっちの方怪しいな。ん？ああ、お前、ミンブルじゃん。あの雲こんなところにいるんだな。ということはこれ、変身ですね。はるばる来たぜ。やっほー。同一人物だよね。相変わらずつぶらな瞳してやがる。こんにちは、ドリームボート。この銀河は私たち圧縮ガスにとって最高の環境だろうと思っていたけど、とても退屈なの。だから、生還レースに参加して雰囲気を盛り上げてくれないかしら。白熱した競争になるし、何よりロマンチックでしょ。ロマンを追い求める姿勢はとても良いと思うよ。全部の輪っかをくぐり抜けて、私よりも早くゴールラインに到着したらページを終わりる。受けて立つぜ。ちょっとこれ、輪っかくぐりにくい位置なんですけど。これでいいか？行くぜ。これダッシュがもうこの B ボタンでやるしかないから、結構辛いぞ。一回追い抜かれたら、どうにかして抜き返すっていうのが難しそうだ。どこどこ？こっちか。これは、どこ通ればいいの？こっちか。で、右？あ、あー、だだ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 。どっちどっちどっち？くそ。カメラワークが完全に抜けてるが。お、いけそうだね。右かな？なるほど。意外といけちゃうじゃない。まだあったわ。てか、ニンブルが完全にいなくなったんだけど、大丈夫かこれ。俺がめちゃくちゃ全然的外れなところに進んでしまっているのではないかという恐怖心が拭えないのだが。お、大丈夫そうかな。しかし結構長いな。絶対に負けられないぞ、これは。狭いところをしょっちゅうくぐらせるね。え、待って、うわぁ。当たり判定あるのかよ。普通に切り抜けられるぐらいの大きさかと思ったら、意外と狭かったわ。ミンブルどこ行ったし、本当に。全然おらんやんけ。実は俺の遥か先を行ってるとかではないよな。大丈夫だと思うけど。エクストラの音楽は視聴してく。さあ、通り抜けて。見えてないけど大丈夫でしょ。え、どこ？そういうことか。そういうのずるいと思います。そういうのずるいと思います。これ俺が飽きなかったらニンブルは通れるのか。普通に通りそうだな。おお、こっちか。しかし本当どこ行ったんだあいつ。なるほどね。そろそろちゃんと破壊とか攻撃も利用していかないとダメってわけね。山なんですけど、 A ボタンで溶かして取れないんですけど。よっしゃ、戻ってきたね。これはいけますよ。ほら、壊せる？壊せないやんけ。え、ちょ、向こうやん。うっそ。どこ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 。完全にゴールだと思ってたのに。え、どっち？え、あれ？あ、そっちか。え、もう。全然予想外のところにゴールを持ってくるのやめて。あれ？丸々一周して終わりじゃないのか。結構いろんなところを巡らせるんだね。もっとこの広いワールドを堪能してちょうだいという心意気かな。あんまりいいのついてなくても余裕がちっぽいけどね。姿形が全く見えないと逆に怖いわ。なるほど、こっちを一周してきて帰ってきてゴールかな。これで、このファイヤーを使って通り抜けたいのだが、溶かしてよかったな。強引に横から回り込もうとしたら結構大変だったでしょ、今の。よっしゃ、これで終わりだ。ミンブルはいないな。ふう。楽勝だったな。私は早く港にたどり着くなんて。約束は約束。これは商品よ。ドリームボート、あなたが勝ち取ったのよ。相変わらず、体から出す。オッケー。ちなみにもう一レースしても商品はないかい？がっかり。もうこの世界でのレースはやめた。負けるとやる気をなくすタイプだな。どうかな？これ船の状態でやることまだあるかな？
その辺がわからないからうかつに解除もしたくないんだけど。でもここまで行ってないし、目についたところは順番にやっていきたいので、先に解除してやっておこう。クイルの残り枚数もなかなか少なくなってきてるし、目についたやつを全部回収してクイルコンプリートも狙っていきたいね。これなんだろうね。なんか入り口にこの建物のことが書いてあったと思うんだけど、ブラックホールインワン、ホールインワンってことか。また買えるかい？いやいや。え、おいがこ、ようこそ紳士の方。紳士と祝女よ。ようこそ、そうでした。これは失礼いたしました。そのお花にはあまり色気が感じられなかったもので、失礼な。はっきり言うね。お二人で宇宙ゴルフを楽しまれてはいかがですかな？豪華な商品も用意しておりますぞ。宇宙ゴルフ？あまりふざけたことを言ってると、カエルの虫焼きにするわよ。おっしゃる通りで、では宇宙ゴルフのルールをしっかりと説明させていただきます。話聞いてなくない？ルールその1、ティーショットは力強く打つこと、レプタイルラッシュの技がおすすめです。ルールその2、時間切れになる前にボールをホールまで運ぶこと。ルールその3、常にドレスコードを守ること。トマトのお召し物でお越しになった方は、でも追えず警備員がつまみ出しますので、どうぞご注意ください。これはカジノにあったやつと同じだね。ルール3がよくわかんないっていうのも含めて同じだね。まあ、こんな全裸に、二人とも全裸だからな。ドレスコードもクソもないけどな。これトロフィーもしかして。悪趣味なトロフィーですね。右側は普通なんだけどな。普通すぎて、花がない感じか。ここは？わー、下遠目。こういうね、高所恐怖症には無理なんですよ。いっちゃー、べべべべべ。これ取れる？取れます？取れないやんけー。ちょっと待って。俺参加したいんだけど。あ、こっちか。こっちだったのね。ってことはあれ帰り道か。はい、ポン。リセットをして。で、時間内にだよね。手数は関係ないからな。間違えた。ラブタイル、よーし。もうこの敵は無視。2分半もある。2分半もあるんだったらもう、じっくりコトコトと煮込んでしまえば問題ないでしょ。わら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 ら。あ、そっちじゃなーい。真ん中を普通に通ればよかった。さよなら。宇宙ゴルフのルールその4、OB になった場合はラウンドのやり直しとなります。その辺は普通なんだね。これ、歩いて帰るのか。まあ当然といえば当然なんだけど。僕の方で失敗するとロスが大きいね。まあいい。やってやろうじゃないか。はい、ドーン。とりあえず OB になる心配がないところでは勢いよく弾き飛ばして、心配のありそうなところではちょっと無理をしてっていう感じかな。さあ真ん中を通って、真ん中を通って、はい転がって、そこ的は無視していいよ。どうだ？え、ちょ、俺が死んでどうすんの？真ん中、これ、台はあんまり気にしなくていいな。上手い人だったら、この台を使ってシュポーンってできるんだろうけど。俺には縁のない話さ。なんか、すごい線が出てるけど、これに沿ってすごい加速して、ジュイーンって進むわけではないだろうしね。自分で勢いをつけられない限りはそんなに意味もないでしょうから。はい、ポンポンポーン。どうですか？開いたぞーい。ちょっとやめて。競技の邪魔ですよ。お前、競技中ですよ。競技中のプレイヤーを妨害するなんて。紳士のルールに、取っていませんね。これは今、我々は紳士のスポーツをやっているんですよ。お分かりいただけますか？全く野蛮な方もいらっしゃるもんだ。弾かれちゃうな、これ。でもあと1分半もある。1分半もあれば、逆転ノックアウトだってできるぐらいの時間だぞ。行くぞ、おい。普通にここを通ればいいんだよな。あの風車に、勝ち上げられなきゃいけないとかないのか。お、もうゴールやん。はい、乗り越えて。はい、入れて。オッケー。逆にこう、勝者が現れたようですね。お帰りの際に商品をお受け取りください。よーし。これだっけかな？で、これスイッチ押したら、そのままお帰りの道が現れてっていう感じか。なるほどね。まあ、シンプルながらに、面白いコースでしたね。
クイルが残ってたりはないかな。一応周りも見とく。まあ、さすがにこんなところには隠さんか。さすがにね。うわ、お帰りはこちらから。オッケー、順調に集まってるね。毎回ね、ルーティエを確認しないと忘れてしまうんだが。クイラ、あと10枚か。ゴーストライターの位置が全然わかんないなっていうのが少し不安だけど。まあ、探していけばすぐ見つかるといいんだけどな。さて、まだ見てないところどこがあったかな。ここはすぐに気づいたんだけど。他がわかんないんだよな。とりあえずまだ行ってない、このワールド拡張で追加されたところのどこかに何かがあると思うから、それを探していきたい。他の風船も、ここも、同じ手段で破壊できるのかなと思ったんだけど、なんかそんな感じでもないな。これ食べて、ピョーンって飛んで、あれ？全く反応ないな。宝箱は？宝箱そのものにこれをぶち当てられれば。雨か。ということは何らかの手段があって、それで破壊することができるはず。ということなんだろうけど。ソーナースプロージョン？宝箱の上には乗れない。乗れないとソーナースプロージョンをそもそも発動できない。ということは違うのか？これ飛んでる最中に、ソーナー、あ、出せるな。あ、これか！なるほどね。どういうことか。飛んで、風船を、ちょ。空を飛んで、ソーナーで割るのか。ソーナーってそんな強いんだな。グヘぇ。思いっきり痛かったけど、大丈夫。3分の1ね。宝箱ってそんな少なかったっけ？ 4個ぐらい置いてあったの気がしたんだけど。2番目のページの鍵だ。何番目とか決まってんだな。だがしかし、もう勝手が分かってしまえば問題はない。あとは風船の場所を覚えてそのまま行くだけだね。だからやっぱり空を飛ぶのはもう大前提って感じかな、これ。行くよー。はい、割れて。方向転換をして。はい、オッケー。うぎゃ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 。待って。俺を狙わないで。俺を狙うんじゃないよ。あちら。落ちない。こいつ意外と。足元に対する意識が高いな。はい、そんな。でもこれ頑張って風船の上に乗ってソーナースプロージョンで割れたら一発なんじゃないのか。いいさ、おいさ。命大事に、ゆっくり降りて。命あっての問題だよ。よし、オッケー。これでいいのかい。クイルの鍵を見つけてくれたんだ。僕に戻してちょうだい。やっぱ戻るところまでやるんだな。当たり前といえば当たり前なんだけど。やっほー、ちなみになんだけどこれ。プロージョンで割れたやん。頑張ればいけたかもしれないな。風船の上に乗るさえすればやれたね。これでまた完全体になれる。じゃあこれから君を集めることになるのか。その辺はあっさりだね。俺は完全体のページに戻ったから自由を謳歌するんだって言って。ユーカレイリーなんかには捕まらないぜって言って逃げ出すのかと思ったら、そういう思考は持ち合わせてないみたいだね。やっぱり協力して一つのワンブックに戻りたいから、ちゃんと集めている人の元に、ね、いたいという気持ちはあるのかもしれないね。そんでもってだ、あとどこだ。あの球体って行ったか。行ったと、え？なんか変なのがいる。これは船になってお話しするパターンか。
トータル的には、1、2、3、4だとすると、これがラストの可能性あるな。さあ、何度も、手間を取らせて申し訳ないね。変身して、いろいろ巡ってみましょう。ワールド追加の際に、新しく増えた、様々な障害物を壊すと、中からなんか出てくる可能性もあるので、その辺もちょっと意識して見ておきたいね。特にこの辺の氷とかね、すごいスルーしてしまいがちなところにこそ何かある可能性。うっ、いったー、いるやんけ。まあこの広い海だろうと思ったんだけど、止まれー、止まらないと撃つぞ。よっしゃ。おー、しかしゴーストライター意外と早かったな。もうちょっと見つけるの苦労すると思ってたけど、隠れて見えにくかっただけで、実は岩の中とかではなく普通にいたのかもしれないけどね、今の感じは。どんどんどん。さあ、こいつ、明らかに船でお話しする系だよね。隕石がお尻からなんかを吹き出しながら泳いでいるが。こんばんは、今回は絶好の夜だな。時々この星の海岸の表面を止めたくなるんだな。モノクルが特徴的だけど。ところで、随分と大きな大砲を積んでいるんだな。実は背中に痒いところがあるんだけど、手が届かないんだな。厄介な微生物が進化しようとしているのかもしれない。そのせいで厄介だ。発信に何千、数千年も悩まされた男性もいたしな。あれは大変だったな。男性という訳し方面白いな。大砲でぶっ放してくれんかな。そうしてもらえると非常に助かるんだがな。でも顔のクレーターが増えても文句言わないでね。別にクレーターなんて構わないな。彼女は独特で素敵って言ってくれるしな。ニキビ跡的な問題なのかな。背中をぶっ放せばいいの。うわー、ちょっと生々しいんですよこれ。ほらー、え、いいの。ちょっとレイリーさー、何をやらかしたんだ。私、あんたが大砲操作してると思っていたのに。いやー、うわぁ、なんだか嫌な予感がする。え、私のムーリンになんてことをしてくれたの。私の大事な男岩だったのに。この海賊どもめ退治してやるから覚悟しな。私の天変地異受けるがいいわ。これは正直ユーカレイリーが 100% 悪いだろうから、なんか、その、申し訳ないな。解放者やめて。あちゃ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 。どうすりゃいいの。そういうことか。息を引き寄せるのにどれだけ時間がかかると思っているのね。それはもう大変なんだろうけど。アイスマン、アイスマン。各属性弱点をつけっていう感じか。何十億年もかけてお肌の地層に磨きをかけてきたのに、我々とは感覚がだいぶ違いますね。あ、痛いじゃないのよ。痛いけれど一抜け。私のメテオシャワーにどれだけ耐えられるでしょう。やめろ、長澤くん。動き続ければいいパターン、それとも場所が固定されるパターン。動き続けるパターンだ。メテオシャワーやめて。私の巨大脈動クレーターを宇宙の術を知っているとは。どういうこっちゃ。わー、次来た。おやめ、おやめ。危ないことはしない方がいいよ。せっかくの美人さんが台無しだ。オッケー。生意気な海賊ね。まるで純惑星のような戦い方ね。純惑星がどんな戦い方するか俺知らんわ。アイスマン、アイスマン。おいよー。あー、おー、君にも当たり判定あるのね。おちょ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 。上のやつも動いてんのか。お肌の地層に磨きをかけてきたのに。ちょ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 、熱いんですけど、熱いんですけど。やめろ、当たって。これちょっと待って、氷で戦うパターンが一番難しいかもしれない。やばいぜこれ、ハメ殺される、ハメ殺される。やばいよ、
上からなんか降ってきてるし、これ終わって、よいしょ。私はメトロシャワーにどれだけ耐えられるでしょう。耐えられないから早く終わって。くらい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 、いっぱいダメージ当てればいいんでしょ。多分それでいいはず。いけ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、痛いんですって。微妙にヒットストップするのやめろよ、かっこいいだろうが。ちょ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 、強くないこいつ。え、長女くれない、長女くれない。てか長女もらったところで回復できねえわ。え、うわ、ちょ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 、お前なんてことしてんの。あ、うわー、避けらんないよ。くそ、普通に強いじゃねえかこいつ。あ、復活してるし。まさか君をこの手で殺して彼女と戦うことになるとはな。すまないな。わあ。え、これガチで死んでんの？割とグロテスクな殺し方してるよな、レイリーさ。この船のレイリー部分はどこなんだろうな。怖いんだけどこの顔。まるで純惑星のような戦い方ね。純惑星じゃない普通の惑星はどうやって戦うんですか、教えてくださいよ。動けないんですけど。ほら真ん中、もうちょっとちょ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 、マジで動けないし、はめられてるんだけど完全に。うぅ、もうこのファイヤーやばすぎる。やめてくれ。だからこれ攻撃をしている最中じゃないと攻撃が当たらないんだな。やめろ、来るぞ来るぞ、飛んできてるぞ。当たった、よしよし。危ない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 。これ操作が独特な上にめちゃくちゃ狭いし、火炎放射を後ろに避けるってことができないからといった点で非常に難しいね。焦るな焦るな、ちょっとずつ動いて少しずつ避けるという感じでいこう。で、これはもう全部避ける、当たらないように全部スルーすれば OK だという考え方でいこう。待って、体力がやばいんだけど。蝶々くれ、俺に蝶々くれ、俺に蝶々くれ。あんまり激しく動いて落下地点に自ら入ってしまわないようにしよう。こいつ3面あるんだよな。待って、まずいって。当てた、よしよしよし、ここだ。全然違う、やばい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 。なるほど、3発撃ったら終わるのね。来いよ、1発2発3発4発あったー。5発でした。攻撃モーションに入ってなくてもダメージ与えられるんだね。なら明らかに賊ね、まるで純惑星のような戦い方ね。純惑星差別みたいなのはやめておいた方がいいので。純惑星の皆さんからお叱りを食らうことになるぞ。溶かせ溶かせ。もしかして体力があるのかな。ここはもうダメージを食らわない程度に攻めっきりよく。私のメテオシャワーにどれだけ耐えられるでしょう。地味に耐えられなんだよな。2発、3発、4発、5発、6発、7発、8発、8発か。1発目が5で、2段階目が8なんだな。これ最終的にはなんか弾を大量に10何発ぐらい発射して、打ち切ってしまいましたわ。これでもう私の体の中は何も入っていないわっていう感じで自爆するような気がするね。どうなるかな。はい、1発、2発、3発、4発、5発撃ってきたら、ここだ！よし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 、オッケー。次は8発でしょ。1発、2発、3発、4発、5発。あれ？ 2 回目も5発なんか。よし、じゃあ次は8発かな。軸をなるべくずらしていく。2、3、4、5、6。あれ？また5発？いけー！ 8 発撃ってたと思ったのは何だったんだ？1発、2発、3発、4発、
5発？お、5発だ。お、やったか。ひー、またも残忍な宇宙海賊どもにボスが倒れるとは。しかも、ヒーロー呼ばわりされるなんて。宇宙の破片で塗装が台無しになるといいわ。ん？うわぁ！ビッグバーン。こうして新しい宇宙が生まれていくのである。よう無事だな、ユーカレイリ。しかしな、このバンジョーとカズウェイにも似たようなのあったけど、なんで全く悪くない奴をこちらがぶちのめしてるんだろうな。大区間やべえわ。とりあえずこれでページは残り4枚。クイル集めて1枚、ゴーストライターで1枚、で、プレイコインの、レクストロのアーケードで2枚もらえるとしたら、それで全部になるから、あとはプレイコインと、なんだったっけ？パワーバーを伸ばすブースターと、あとはクイル。を集めておきたい。で、そのついでにゴーストライターが見つかればいいかなっていう感じ。でもな、最初の、あれでは、探索では見つかってないと思うから、新しく追加されたダンジョンのどっかに、ゴーストライターはいると思うんだ。